それでは、続いてのスピーチは、日印原子力協定の反対のキャンペーンをされております福永雅昭さんとケイト・ストロネルさんです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。長い時間お疲れ様です。今日はですね、ちょうど1ヶ月になります。国会で協定が、承認されまして、しかし皆さんのお手元にですね、この黄色いステッカーがあると思うんですけれども、私たち日印原子力協定国会承認反対キャンペーンという首都圏反原連の方々にもですね、賛同反対反対になっていただいて、そして原水金も広島の方々も福島の方々も入っていただいて頑張ってきました。ここはまずはご報告とお礼と、そして今後に決意を述べていきたいと思います。まずはこの協定できました。しかし壮大なるフィクションでしかありません。どこも日本から今から原発を売りに行く会社なんてありません。東芝見てください。三菱、日立、どこももうダメなんです。この協定が作られ始めたのは2010年2008年、その上を準備したのが東芝の2006年のウェスティンハウス買収でした。今は何度も今日話が出てきますが、台湾、韓国、ベトナム、そういうところではもう完全に世界の流れは原発を離れているんです。今日本は再稼働に向かってます。再稼働は絶対認めてはいけない。そして日本でできないから、日本で進出できないから、新設できないから、さらには日本で再稼働できないから、だったら外に売ろうというのは絶対ダメです。我々は絶対に輸出を認めない。皆さん、いかにこの原発輸出というのが、この広島長崎の経験、福島の経験を持つ日本から、これからわざわざ日本が原発を外に輸出していこう、しかも借金をつけてそれを売りつけていく、こんなことはですね、私たちは絶対に認めるわけにはいきません。皆さんと共に日印原子力協定反対の声を強く強く上げていきたいと思います。日印原子力協定反対。そしてこれから批准となります。9月には安倍総理が、まあ、総理であるならばインドを訪問するようです。しかし我々はさらにキャンペーンを強く、もっともっと力強い形で、ただ反対するだけではなく、インドの人たちのことを考えながら、じゃあどうすればいいのか、再生可能エネルギーの技術を私たち教えていきましょう。そして送電ロスをいかになくしたらいいか、あんな広いところでなぜ原発を作って送電網を広げていかなきゃいけないのか、小さな原子炉なんていりません。もっと我々に必要だったのは、インドの人たちに必要なのは、小さな風車であり太陽光です。そういうものを小さな村々にたくさん並べて、インドの人たちが我々と同じように発展できる、発展できるというのはですね、人間としてさまざまな健康であり、知識であり、文化であり、インドの人たちが満足に食べて医療を受けられる、こういうことを我々が手助けするのは絶対に原発ではありません。電気は必要でしょう。だったら電気は別の形で我々提供しようではありませんか。今ここに皆さんと共にですね、この日印原子力協定反対の黄色いステッカーがあります。本当に長い間ありがとうございました。我々はしかしこんなことでは、安倍とモディ首相が手を結んで、さらにはどこにも行けないようなメーカーが、各社がただ立ちすくんでいるような今の現状を絶対に先には進ませません。どうぞ皆さん共に一生懸命、これからインドに売るな、どこにも売るな、そして再稼働反対、この世の中から全ての原発をなくしていこうではありませんか。そして全ての核兵器をなくしていこうではありませんか。私もこの今ご報告お礼申し上げました。
次にケイトさんの方からインドの現状についてお話しいただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、ここにいるとこの熱気というかこの皆さんの気持ちはインドの人たちと一緒に運動した時と本当に思い出す。皆さんの気持ちは一緒なんです。言葉は違うんですよ。言葉は違うんですけど、例えばスプレッヒコールだって子供を守る、企業の利益より私たちの命、全く内容は一緒なんです。だからいつも思うんですけれども、まあ、政治家のバカな人たちも同じかもしれないんですけど、市民も本当に自然に連帯が生まれると思うし、私たちはここでやってるんですけれども、インド人も同じことをインドでやってます。本当に命がけでこの輸出はいらないということを声上げてます。まあ、私クダンクルンというところでよく活動してたんですけれども、本当にそこも福島と関連してて、やっぱり津波を体験してる人たちなんですね。だから福島を爆発してるのを自分のテレビをって見て、自分の窓から同じような原発が見えるんですよ。だからそこでやっぱりつながりがあると思うし、福島のメッセージがそういうふうに世界中に伝わってます。で、皆さんの気持ちは本当に一緒ですから、今後も本当に世界の皆さんと一緒に頑張りましょう。はい、ありがとうございました。福永雅治さんとケイト・ストロネルさんでした。